くるみさん、そろそろ地下室に行きますわよ。みゆうさんとみいこさんも準備はできていますわ。うわぁ、待って待って、いやぁ、慌てなくても大丈夫ですわよ。って、なんですのこれ、人形やらクラッカーやら。これ、くるみちゃんのいたずらセットなの。みいこちゃん、しー、くるみさん、必要のないものは学校に持ってこないようにとあれだけ言いましたのに。やあ、みゆちゃん助けて。え？え？みゆさんの後ろに隠れても無駄ですわよ。こちらはすべてシスターに没収してもらいます。それは嫌。ハルノ？なんでもないよ。あ、くるみさん、隠さないでください。それより、ハルノちゃんはどうしたの？わざわざ教室まで来るなんて。何か急ぎの用事？ミーコたちにお願い？初等部でライブ？まさかまたこうやって初等部に来ることになるなんて思わなかったね。はい、しかもライブをしてほしいなんて。はるのちゃん、お出迎えありがとうなの。そっちの子は？ありがとう。あなたは図書委員なのですね。私もですわ。図書室懐かしい。こちらこそよろしくお願いいたします。思ったより早く終わっちゃったね。春乃ちゃんたちが何をするのかとかちゃんと決めてくれてたから、話し合いもスムーズだったの。そうだね。この後どうしようか。まっすぐ帰る？それとも一旦地下室にでも。あ、ではもしよろしければなのですが、図書室に寄ってもよろしいですか？図書室？書道部の？はい、私よく書道部の図書室に通っていたのですが、なんだか懐かしくなってきて、少し覗いていきたいなと。よろしいでしょうか？春乃ったら。ではせっかくなのでお願いいたします。はるなちゃんって昔から本読むの好きだったよね。そうだっけ？うん、初等部の時とかこんな分厚い図鑑だったり百科事典読んでたもん。しかも1年生の時から。よくそんなこと覚えていますわね。だからはるなちゃんは物知りなんだね。そんな、ありがとうございます。では行きましょうか。